ドキメキ浜松。浜名湖は魚介の宝庫でな。皆さんこんばんは、浜松市生まれの音町ゆなです。この番組では私の大好きな浜松の魅力をたっぷりお届けしますな。今回は浜名湖の伝統漁法の話題です。久保さん。はい、うなちゃん、浜名湖に来てますよ。今朝の5時、眠いです。さあ宮崎さん、はい、今から何を？あ、今からですか。あの、はい、角立網漁に行きます。角立網漁、はい、海水と淡水が混ざり合う汽水湖の浜名湖でおよそ100年前から行われている角立網。前日に網を仕掛け、翌朝揚げる、いわゆる小型の定置網漁な。さあ、漁場に着きました。ここに網が仕掛けてあるんですか？はい、それでは揚げてみますか。揚げてみますか、はい、楽しみですね、はい、おー、網が上がってきました。あ、すごい、わー、魚がたくさん入ってますね。久保さん、はい、この魚なんだかわかりますか？なんか見たことあるような気がしますけど。これはね、浜名湖の鮎なんですよ。鮎なんですか？はい、浜名湖で鮎が取れるんですか？はい、鮭と一緒で子供を産む時は浜名湖行って、はい、それで大人になって沖に行ってまた戻ってくるんです。いやー、ちょっと浜名湖で鮎が取れるなんか全然知らなかったです。浜名湖の角立て網は4月1日に解禁され、漁期は10ヶ月ほど。現在はおよそ30名の漁師が漁を行っているんだ。これずらーっと並んでますけど、はい、全部浜名湖で取れたものなんですか？はい、今の時期は鮎、ワタリガニ、サヨリ、ヒラメといった漁もいて、全体では50種類ぐらい取れますね。すごい。浜名湖はまさに魚介の宝庫な。久保さん、もしかして食べようとしてます？もちろんいただきますよ。こちらは今年2月にリニューアルしたばかりの名店、山本亭です。うん、来た。お待たせしました。仕上げの唐揚げでございます。こちら浜名湖さんですか？はい、そうです。うわ、おいしそう。では、いただきます。うわ、うん、うん、外はサク、中はふわふわで、おいしいですね。浜名湖最高。浜名湖は、うなぎの他にもおいしい魚がいっぱい。私も食べに行くな。久保さん、次回もよろしくね。浜松大好きな。